たら、なんだかんだね。でも走るの好きな人だって、なかなかね、やっぱ走っちゃうときに、あの、サブ一周もなんかあの200何キロって言って出たんだけど、あ、はい、めちゃくちゃかかった。夜中になんか幻覚見ながら、幻覚ちょっと登ります。僕からいきます。これぐらいの雨の中で走ることはありますか？あ、あります。あ、で練習でですか？練習で、はい。雨でも走ってないでしょう。すごい。じゃあ2周目以降は各自のペースでって感じで、はい、お互いあの声かけ合いながら頑張りましょう。はい、どうですか今3時間経ったあと1時間ぐらいですけど、今九州なんでまあ10周で終わるかな。あ、なるほど。コースとかは走ってみてどんな感じですか？結構高くてだんだんもうじゃあすいません、残り頑張ってください、はい、結構ペースが速くないですか？なんかペース上がってきちゃったんですよ。ああ、すごい。なんかわかんないけど35キロは全然いけそうなペースですね、この軽やかな足取り。じゃあ残り頑張ってください。いや、もう上りがきつい。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます、はい。どうですか、3時間超えましたけど。実はあのホドスさんの動画を見て、あ、はい、浦西さんのおっしゃる、はい、80点の補給をちょっと満たそうと思って、はい、あ、水分限界数超えてます。あ、はいはい、でちょっと便利を、はい、いつもでだいぶ多めに、あ、あ、はい、ちょっとお腹痛い。え、何個ぐらい、どれぐらいのペースで取られたんですか？粉飴が 120g 入ってる。ああ、はい、ぐらいですね。だから粉飴、グラムで言うともうそのまま糖質 120g。 ああ、頻度的には何キロ、1周ごとに。そうですね、あそこで食べてたんで。ああ、はい、1個のパッケージに入ってて、あ、はい、それをなんかこう均等にいければよかったのかもしれないけど、あ、はい、多分ね、ずっといっちゃったところがあって、ああ、それがいけなかったかなと。なるほどなるほど。消化サポートサプリ、白いやつは、それを思い出して、あ、はい、その直後に飲んで、あ、はい、まあ、今はちょっと復活してます。ああ、よかったです、はい、なるほど。じゃあ残り頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。はい、という感じで練習会を無事に終えることができました。はじめ結構土砂降りでどうなるかなっていうのをちょっと思ってたんですけども、結構皆さん全然雨なんて関係ないですよみたいな感じで、あのむしろ最近暑かったんで雨の方が走りやすいですみたいな、さすがウルトラランナーだなと思いましたね。はい、まあ、今回こうやって初めて の練習会って試みだったんですけども、なんか無事に終えてちょっと今ホッとしてるという感じです。はい、まあ、僕個人としても今回は、まあ、33、4キロぐらい、まあ、動画撮りながらとか走れて、まあ、結構走ってる人では40キロ近くね、あの走ってるランナーさんもいて、結構皆さんあのみんなで走れたおかげで、みんなで走ったおかげでこう質の高い練習ができたって話してたので、まあ、こういう練習会をできてまあ良かったかなっていうふうに思います。はい、まあ、またねホロスでは10月も50キロ走の練習会を予定してますし、まあ、今後随時練習会とか開催できたらと思ってますので、ぜひあの、まあ、Facebook の方とかであのイベントは告知するので、ぜひ Facebook のフォローの方よろしくお願いいたします。はい、それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。それでは。